えー、皆さんこんにちは、えー、東京リーガルマインド専任講師の竹山茂樹と申します、えー、本日は社会人の方が司法試験予備試験に合格するためには、えー、どうしたらいいかというのをお話しさせていただきますで、まずその前にね、弁護士の魅力について、えー、少し話させていただきますあの弁護士って最近マスコミなんかにこう言われてます仕事が減って稼げない 昔は儲かっったんんだけど今は仕事が減っているんじゃな,いかなんかね食えない弁護士が現れたとかいろいろ言われてますあと2つ目は忙しくて劇務なんじゃないかあとですね人間関係が複雑これ何かというと弁護士っていうのはもちろん先輩弁護士もいれば後輩弁護士もいる、まあ、そういった人間関係もありますしさらにお客さんとの間でこう複雑なコミュニケーションこれ要求されるんですね。 えー、なんかアメリカの統計であるみたいなんですけどお医者さんもそうですしやっぱり弁護士も複雑なコミュニケーションを要求されるんでストレスがたまるんじゃないかいろいろ言われております、えー、でもですね次のスライドを見てください弁護士になっってて得られるものっていうのたくさんありますでまず稼げなないいんじゃないか問題これね確かに弁護士は増えてますただし仕事の量量というかフィールドが広がってます 例えばね社社内弁護士の方が今会社に結構いることがありますこれは会社の中で例えば法務部昔ね法務部の人って弁護士資格がない人が多かったんですけど最近弁護士の資格を持った人を会社に迎え入れようそういった企業が増えてます。これね会社だけじゃなくて企業だけじゃなくて地方自治体にも多いですやっぱり地方自治体って実は法律的なトラブルたくさん抱えてるんですね。 あのえー、都道府県とか市が提供してる住宅あれの家賃滞納してる人これも立派な法律問題ですそういった人をどうするのか、えー、それで自治体の中に弁護士がいたらね、えー、それ役立つんですよ、えー、さらに今会社の不祥事とか結構世間の目が厳しいんですけどその時に第三者委員会とか作ったりしますそういったところにも弁護士が駆り出されたりしますので実は仕事のフィールドっていうのは前より広がってます。 なので仕事のの量が減ってるっているととうのはちょっと違うかなと思いますあと次ですね忙しいけど弁護士は究極的な自由業ですだから今会社に働いてる方なかなかね上司との人間関係うまくいかないとかあるかもしれませんでも弁護士っていうのは確かに先輩弁護士との関係とかもあるんですが究極的には一人一人が自由です一人一人がある意味自分が正しいと思うことを言えますというか弁護士なんで 自分が正しいと思うことは言わなければなりません自由業ですあとさらにですねまだまだ名誉がありますあの国会議員とかに、ね、なる方もいらっしゃいますでさらに働き方は多様ですこれあの人間関係いろいろ好きな方は派閥や委員会活動ってのもできますし逆に人間関係とか煩わしいなって方は一匹狼タイプで活動することもできます本当に弁護士になって私になってすごい良かったなって思うのでやっぱ自由ですね この自由が得られるえ非常に魅力的な仕事ですただ弁護士が魅力的だとしてもなるには試験がありますで次にねあとのので,で試験制度でご説明しますけどとにかく司法試験ってやつに受からなきゃいけないで社会人の方はこういう悩みがあるでしょうまず一つ目とにかく時間がない働きながら勉強するんだからまあ平日は取れても23時間 あと土日ぐらいしか時間がない仕事を辞めなきゃ取れないんですかこれ私もよく聞かれます次にですね勉強する仲間がいない学生と違ってですね、えー、周りは普通にね仕事している人たちですなかなかね勉強する仲間がいないので悩みを語り合ったりあるいはね、えー、勉強の議論をしたりできないでそれに関連するんですけどモチベーションが上がらないこれ結構悩みです だって社会人の方々は周りの仕事している人はですね仕事が終わった後まあ習い事に行ったり飲みに行ったりいろいろするんですけど自分は勉強するこれ結構なモチベーションがないとやっていけませんでもねこの学習の悩みというのは一個一個解決できるんですまずとにかく時間がないっていうのは学習教材やることを絞り込むことによって解決できますで、私むしろこれ思ってるんですけど時間がないことは強みになります なんでかというと無駄なことを一切やらないというかできないからです。徹底的に教材を絞り込んで学習することによって解決できます。でさらにここには書きませんでしたけどレックの講義なんかを受けていただけるとこの生講義クラスにもねあのまあいろいろ条件はあるんですけどウェブ、えー、インターネット上で、えー、動画を見れたりして授業を見れたりして休んだ時のフォローもできます。でさらにですね。えー 合格者とのつながり、えー、これを持つことも重要です。で、例えば予備校に通っていただくと、司法試験合格者である講師と面談して、えー、疑問点を解決できますし、あと司法試験の合格には、あの司法試験って後でや論文試験っていうのがあるんです。これ論文を書く試験なんですけど、これが司法試験合格の、えー、すごいウェイトを占めてます。その練習のトレンってのを受けて、合格者に添削してもらう。えー、そういったことを、えー、で解決できることになります。うん さらにですねレックは多くのガイダンスを用意してまして講義以外にも多種多様なガイダンスや講演会をやっておりますでレックの校舎は全国にあるんですが中には司法試験のスタッフがいるところもありますのでその方と話して疑問点も解決できますはいでは次はですね試験制度について少し解説していきますでは次は司法試験の制度についてご説明していきますで働きながら放送への道 で、司法試験を受けるためには実はですね司法試験を受けるための資格というのを取得しなきゃいけないこの二段構えになってるんですねもうものすごいややこしい制度なんですけどまあ放送になるためにはそれを通るしかないんで仕方がないというところでまず司法試験を受けるための資格、えー、これを取ることが重要になりますそしてこれを取る方が実は難しかったりするんですねでそこで、えー、社会人の方にお勧めするのはこの予備試験ルートです 司法試験を受験するための資格を取る道は2つあります1つは誰でも受けられる予備試験てを受けて合格する方法もう1つはロースクールという大学院に2年間あるいは3年間行って資格を取る方法これがありますただロースクールは仕事を辞めなきゃいけませんのでまあ、夜間もありあるんですけど基本的に辞めなきゃいけませんので社会人の方この予備試験ルートを目指すことになりますで予備試験はえどういう試験になっているかというとまずここを見てください えー、担当式試験、これ毎年5月にマークシートの試験があります、えー、法律の試験で法律は7科目、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法の7科目と一般教養科目の担当式試験がありますでこれを突破すると7月に論文式試験、夏の暑い時期ですけどこれが2日間で行われますこれは法律科目が増えまして憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法は 担当式試験と一緒なんですが、さらに民事実務科目、刑事実務科目が加わります。あと一般教養科目の、えー、試験もあります。ただ一般教養と言ってもこれ小論文みたいな試験です。で、ここに合格すると次にね、10月ぐらいに口述試験があります。これ民事実務、刑事実務でだいたい二日間で行われます。で、これ面接なんではなくて、どちらかというとその法律の中身を、えー、学者の方とか試験員と <laughs> 議論していく試験になります例えばですね、えっと、裁判を起こす皆さんがですね友達に貸したお金を返せと裁判を起こすで皆さんはあの東京に住んでいるとしましょうお友達は沖縄に住んでいるとしましょうこれね東京で起こせるのか裁判をね沖縄での裁判所で起こせるのかってすごい問題ですよね。このを管轄っていうんですけど例えばこの事例では管轄はどこですかとかそういった法律的なことが聞かれる試験です。 で口実試験に突破すると司法試験を受けられるというシステムになっています。でこの予備試験もですね、単等式試験はね勉強すれば結構わかるんですけど論文がなかなかわからない。この論文試験を最初から見据えて学習していけば、えー、うまくいくというか論文を見据えないとうまくいかない、えー、ということになっております。はい、えー、では具体的にどのように勉強すればいいのか、えー、少しお話しさせていただきます。 え社会人の方はまあ時間取れないと思うんですが、まあ、大体2年で、えー、合格を考えるコースとあと1年で、えー、合格を考えるコース、えー、これがございますで、まあ、働きながらなんであんまり余裕がないのも嫌かなという方は2年合格コースでこれは1年目レックの講座だと入門講座というものを中心にやっていきます入門講座っていうのは法律の基礎から、えーまあ、司法試験レベルまで、えー、法律の知識を身につけるインプット段階のものですただ 試験は最終的には各試験ですのでレックはもう最初の段階から論文基礎力要請等連というものも、えー、加えて各練習もしていきますでそれで知識も身につけた後にこのですねステ,、えー、ステップ2というものに、えー、い,いくわけですでステップ2は実際に担当試試験験とか論文試験の問題を演習していきますただですねもう1年で何が何でも決めたい予備試験まで1年で合格したいっていう方には、えー、こちらの1年合格コースというのも 用意してますでこれ1年でかなり凝縮してありますので結構ハードなコースですが1年のコースも可能ですただもちろん2年合格コースでも1年目から1年の終わった段階から予備試験の担当式試験は突破するぞって意識を持っていただいてえ実際に、えー、突破すするる人もいいとは思います、はいえー、これが2年コースと1年コースの違いでした。 ははい、えー、それでは社会人の方が司法試験予備試験に合格するための方法、えー、少し見てまいりましたでさらなる疑問点がございましたらレック各本校では社会人の方のご相談に乗っておりますのでご利用くださいそれでは短い時間でしたが、えー、ガイダンス終了させていただきますありがとうございました